賞おめでとうございます。ありがとうございます。ファンの皆様から、質問を募集しましたのでご回答お願いします。はい、まず今の率直な気持ちを教えてください。今ですか。いや、長丁場の中、まあ、今は本当にほっとしているというか、優勝できてすごい嬉しい気持ちでいっぱいです。今日の体の状態はいかがでしたか。またどんな目標でスタートしましたか。今日は本当に暑さが本当に朝からすごくて、もう練習場で汗がすごい出て、今日大丈夫かなっていう心配なぐらい暑かったんですけど、まあ、なんとか無事ホールアウトできて、4日4ラウンドプレーできたので良かったです。あと何でしたっけ。今朝の目標は、目標は本当に気を抜かず最後までやりきりたいなっていうのを目標にスタートしていきました。バーディーがなかなか来ない展開でしたが、ラウンド中はどんなことを考えていましたか。まあそういう時もあるかなとか思いながらやったり、あとはまあ本当にそういう流れだったり、まあ、昨日すごくいいラウンドができて7アンダー出すことができたりっていう、次の日だったりがなかなか伸ばせずっていうことも結構あるので、やっぱり毎日7アンダー出せるわけでもないですし、本当にまあスポーツ全般そうなんですけど、まあ思い通りにいかないもんだなって感じで、まあそういうのも受け入れながらいつもプレーしています。最後のバーディーさすがです。どんな気持ちでウィニングパットを打ちましたか。いや本当にうまくいいところについてくれたので、バーディーを決めることができたなと思うんですけど、いやでもちょっと微妙なラインでもあったので、でもしっかり入れてバーディーで優勝したいっていう気持ちがあったので、最後はギリギリ入ってくれたので本当に嬉しかったです。5日間の変則日程になりましたが、一番きつかったのは何日目ですか。ちょっとねもうごっちゃごちゃになってしまって、何日目がどうだったとか覚えてないんですけど、あの3日目かもしれないですね。3日目が1ラウンド以上した感じで結構大変だったなっていう印象です。はい、5日間戦い抜いたパワーの源は何ですか。いや本当に夜ご飯というか、夜なんか今週チーズリゾットのオムハヤシを3回食べたんですけど、それが一番パワーというか頑張れたのかなって思います。それはどんなたまたま見つけたんですか。狙ってたんですか。いや毎年行っているイタリアン料理屋さんです。雨の中、風の中、暑さの中でラウンドしましたが、どれが一番得意ですか。いやもともと暑さだったんですけど、今日はちょっと暑さにやられてしまって、結構途中本当に暑さでやばいなっていうホールも結構あったんですけど、まあ本当は暑さが一番いいのかなって思ってました。ここからじゃあちょっと暑さに慣れて調子上がっていくっていう感じですか。そうですね、やっぱ今年いきなりやっぱ結構暑いってなると体がなんだろう、慣れてないというか体もびっくりしちゃって、まあ、慣れてくれば結構その辺はいい感じになってくるのかなと思います。調子の維持で一番気を使っていることは何ですか。何ですかねあんまり深く考えたことないんですけど、でもやっぱりいい時のイメージだったり、まあ、自分のゴルフだったりスイングって自分が一番やっぱ分かっているので、その辺をなんか考えながらいつもやってます。最近一番調子がいいクラブは何ですか。ドライバーとパターです。それは何か調子がいい秘訣があるんですか。いや、ないんですよなんかまあ、1年通すと結構波というかずっといいっていうのはやっぱないので、全部なのでやっぱそういった
た波をどれだけ減らせるかというか、下がった時にどう上に上がれるかとか、そういうのは注意しながらやってます。最近野球とウクレレの調子はどうですか？ウクレレは本当にちょっとやらなきゃまずいなっていう危機感を持ちながら、最近ちょっとやらなきゃなっていうので、そろそろちょっとやろうと思ってます。あのオープンウィークあたりで。あと野球は結構やる、今年はちょっとまあいつもいるよね、まあ一緒ぐらいなんですけど、見る方今年は多いです。現地に？いや、あ、現地もありますけど、けなんかネットで入ったんですよ、見れる、あの、あるじゃないですか、そういうの。それに入ったので毎日試合やってる日はチェックしてます。最近気になった選手とかいますか？気になった選手はもともとオリックスの山崎颯一郎選手がすごいファンで、それで野球も見始めたっていうのがあるんですけど、でも今ちょっと2軍で出てないので、今は日本ハムを見てます。地元ですね。はい、地元応援で。優勝賞金で今欲しいものは何ですか？まあ、先ほど会見でも聞かれたんですけど、まあ、今欲しいものは私服を買いたいなって思っています。どんな私服ですか？いや、結構夏暑くなってきたので、まあ、夏着るというか、夏出かけるときに着たいなっていう服だったり、まあ冬服も欲しいですけどまだ売ってないので、まあ夏着れる、なんですかね、どういう服だろう、ちょっと涼しげな服を買いたいです。今後の目標を教えてください。いや、やっと今マースも波がいつもなんか中間というか、ここを境に後半というか、すごいなんかやっと半分来たなっていう気持ちでいつもいるんですけど、まあ、残り半分ぐらいまだまだ残っているので、まあ、しっかりとまた資生堂から切り替えて、また優勝目指して頑張りたいなと思います。最後に応援してくださったファンの皆様へメッセージをお願いします。そうですね、はい、本当にいつもたくさんの応援ありがとうございます。そうですね、また会場とかで応援に来ていただけたら嬉しいなと思います。引き続き優勝を目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。